私の名はアルバート・ウェスカー。表向きは善良な製薬会社だが、裏では生物兵器の開発をも手掛けるアンブレラ社で、私は研究員としての幹部を目指していた。しかし、ラクーンシティの幹部養成所である研究員と出会ったことが、私に進む道を大きく変える決意をさせた。彼の名はウィリアム・バーキン。研究分野において突出した才能を持つ男だった。やがて私はラクーン市警の特殊部隊スターズに移ることとなった。アンブレラは違法な生物兵器開発の危機管理上、警察内部にも多数の人間を送り込んでいたのだ。私はスターズ隊長の肩書きを利用し、アンブレラのためにありとあらゆる諜報活動を行った。諜報活動をこなしながら、私はある計画を練り、それを実行に移す機会を狙っていた。そしてついにその機会が訪れたのだ。発端はある洋館付近の森で次々に猟奇殺人事件が発生したことだった。原因は洋館内に設置されていたアンブレラ研究所から T ウイルスが漏洩、バイオハザードを引き起こしたことにあった。当初アンブレラは秘密裏に事件を収集するため、スターズを介入させないよう指示してきたが、市民感情の高まりから出動せざるを得なくなった。そこへ次の指令が来た。スターズを洋館におびき寄せ、抹殺せよ。そしてその状況を記録し、戦闘時における BOW の実践データを得ようと。私はスターズにあるチームのうち、まずブラボーチームを派遣した。彼らは自らの命も顧みず、果敢に戦い、実践データ採取に役立ってくれた。続いて、帰らぬブラボーチームを捜索するため、アルファチームを出動させた。予想通り、アルファチームのメンバーも勇敢に戦い、次々に命を落としていった。11人いたスターズのメンバーのうち、生き残ったのは5人。アルファチームからは、クリス・レッドフィールド、ジル・バレンタイン、バリー・バートン、ブラボーチームからはレベッカ・チェンバースとエンリコ・マリーニ。みんな大丈夫？バリーはどこだ？おそらくは。まさか今の音は？俺が見てくる。頼むぞ。私とジルはここを確保する。クリス、気をつけて。ああ。ついに私の計画を実行する時が来た。この機に乗じてアンブレラの BOW タイラントを奪い、対立企業へ移るための交渉材料とするのだ。対立企業に売り込むにはタイラントの実践データも必要になる。生き残った隊員たちはそれぞれに高い能力を持ち、タイラントの実践データを取るにはうってつけの存在だった。彼らをタイラントまで導くため、
私は裏切り者を紛れ込ませた。その裏切り者の名はバリー・バートン。正義感が強く、情に熱い、そして何よりも家族を大事にしていた。こういうタイプを操るのはたやすい。大事にしているものを奪えばいいのだ。クリスやジルが予想以上のポテンシャルを秘めていたのは誤算だった。だが、バリーの働きのおかげで計画は順調に進んでいった。ジル、お前なのか？その声はエンリコ？生きてたのね。待て、お前一人だけなのか、ジル？ええ、でもどうして？スターズはもう終わりだ。誰か裏切り者がいる。アンブレラにはめられたんだ。エンリコが真相に気づくことになったが、始末すればどうということはない。邪魔者を始末した私はタイラントの研究室で、バリーが連れてくる犠牲者の到着を待つことにした。ウェスカー、よくやったバリー。やはりあなたね。まあバリーを責めないでやってくれ。私に従わないと妻と二人の可愛い娘の命が危うくなるそうだ。よくも一言みたいに言えるわね。まあ何も気にすることはない。じき全てから解放される。どうしてスターズをこんな目に？信じなくてもいいが、アンブレラの意向だ。まるでアンブレラの奴隷ね。君は頭がいい。だが何か勘違いしてるな。今までの化け物などクズだ。この研究所ごと焼き払ってくれる。バリー、お前は地上で待機してろ。バリー、あいつも面白い男だ。アンブレラごときに怯えると。アンブレラの命令で人質を取っておきながら、最低ね。アンブレラ、確かにその名前を使ってバリーを脅したが、これはアンブレラとは無関係だ。君たちはアンブレラが黒幕だと思っているようだが、あくまでも私自身のためにやっていることなのだ。自分のため？この上まだ何か？君にいいものを見せてやろう。私はバーキンからもらったあるウイルスを投与し、仮初めの死を演出してみせた。対立企業に身売りするには、アンブレラに私が死んだと思わせた方が都合がいい。バーキンの話では、このウイルスは投与された者に一度仮死状態になるリスクを負わせるが、その後驚異的な能力を与え蘇生させるという。今回の計画では、その死に至るリスクすら私の手の内だった。私は薄れゆく意識の中で計画の成功を確信していた。今回の計画における最大の誤算は、スターズの手でタイラントが倒されたことだ。私は最大の交渉材料を失い、今後の計画変更を余儀なくされた。誰であろうと、私の計画を邪魔する者は決して許さない。長い間そうだったし、これからもそうだ。スターズの生き残りたちには、いずれこの代償を支払わさせねばなるまい。洋館事件から2ヶ月。私は新しい組織での地位を確立するため、同じ組織からアンブレラに送り込まれていた
エイダというスパイと手を組むことにした。彼女からの情報によると、アンブレラでは新たなウイルス、Gウイルスが完成間近ということだった。私は直感的に、開発したのはウィリアム・バーキンだと確信した。しかしバーキンは、Gウイルスをアンブレラに渡すのを拒んでいるという。バーキンも愚かな男だ。このままではアンブレラによりバーキンは殺され、Gウイルスは回収されてしまうだろう。私は Gウイルスとバーキンの両方を手に入れる計画を進めることにした。だが、私の計画より先にハンク率いるアンブレラの回収部隊が動き出した。追い詰められたバーキンは G ウイルスを自分に投与。自らが G となり、回収部隊を壊滅させた。まもなくネズミが媒介となり、 D ウイルスがラクーンシティに蔓延。アンブレラは最悪のシナリオを迎えた。市民がゾンビと化し、その増殖で街は壊滅の一途をたどった。ウイルス拡散に対して人間の力など無に等しいのだ。事件の隠蔽に血眼になったアンブレラはタイラントを投入。真相を探ろうとするレオンとクレアの抹殺を図る。またアンブレラヨーロッパは実戦データを収集するため新型 BOW ネメシスを投入。スターズの生き残りジルをターゲットにした。この実戦投入はネメシスの情報収集を行いたい我々にも好都合だ。やがてバーキンが今までの研究成果を娘のシェリー・バーキンが持つペンダントに隠していることが発覚。 G ウイルスも彼女のペンダントの中に違いない。アンブレラが事件の隠蔽に奔走する間、我々が先にシェリーを確保するのだ。私はエイダを潜入させ、シェリーの居場所を探らせた。死人である私は、あくまでも陰で動かなければならない。スパイにとって一番の使命は、感情を捨て、マシンのごとく任務を忠実に遂行することだ。だが、レオン・S・ケネディと行動を共にしてから、エイダの中につまらぬ感情が芽生えつつあった。計画に感情などという不純物は不要だ。とにかく、ことを急がねばなるまい。思った通り、その不純物により計画にほころびが生まれた。エイダはシェリーから G ウイルスを受け取ったレオンを追い詰めておきながら、つまらぬ感情に流され、自ら死を選んだのだ。エイダを見捨てるのはたやすいが、まだやってもらわねばならないことがある。今死なすわけにはいかない。我々はレオンが投げ捨てたペンダントの回収に当たったが、アンブレラ回収部隊唯一の生き残りであるハンクに先を越されることとなった。しかしまだ手はある。 G と化したバーキンを実験体として持ち帰れば計画は問題なく完了する。バーキンにレオンとクレアをぶつければ実戦データも取れ、言うことなしだ。バーキンはレオンとクレアにより倒されたが、残された死体の組織片から G ウイルスの回収に成功した。翌朝、ウイルス感染の拡大を防ぐためという大義名分により、アメリカ政府による
ラクーンシティ爆撃が決行され、ラクーンシティは歴史の闇へと葬り去られた。その後クレアは兄クリスを探すために単身ヨーロッパへ。レオンとシェリーは政府管理下へと入った。あの抜かりないバーキンのことだ。まだ何かあの娘に隠しているに違いない。いずれその全てを手に入れてやろう。